食育ということを書きました。でこの中には食育をなさる方もいらっしゃると思いますので、その時の一つの何かこう食育をもっと新たなものにするきっかけになればということで、このお話をさせていただきます。ビミライさん、ブリアサバランですね。で彼が嗅覚と味覚とはそれぞれ愛はして一つの感覚を作っているのであって、口はその実験室、鼻の方はその煙突なのだというふうに書いています。ですから食育も鼻ってすごい大事なんです。すごい大事です。食育となると、まあ、もちろんさまざまな問題があって、こう切ったりとかね、食べたりとか咀嚼したりとか味覚とかってありますけど、鼻、呼吸、食育ではね忘れ去られるんですよ。でも食材を判断するのに鼻は欠かせないですよね。ということで食育と食育どんな関係があるか5つちょっと挙げてみてください。食育と食育どんな関係があるか5つ挙げてみてください。もちろん正解があるわけじゃないですよ。いっぱいあると思いますから、正解があるわけではなくて、どんなふうにつながっていくのかっていうのをちょっと考えてみてください。ピーって言ってもスピーカーですかね。消えましたね。スピーカー。スピーカーまだ言ってるね。ピーって。私だけ聞こえてる。聞こえてる。さあいかがでしょう。先生、何かこう食育とスピーカー。食べたりすることで、きちんとした口を作るってことですね。それすごい大事です。いかがでしょう。鼻でたくさん呼吸をすると、旨味成分が鼻から抜けて、より味覚が鋭くなるんじゃないのかな、うん、なるほど。多くの方がベロの図で、ここが甘みのとこですよ、ここが塩味のとこですよとかっていうのありますけど、あれ鼻が詰まった瞬間に分かんなくなりますから。風邪の時に何食ってるかよく分かんないという状態になったことある方いらっしゃると思いますけど、あの状態になるわけですよ。さあいかがでしょう。はい、料理をする時とかご飯を食べる時に香りを楽しむ、うん、そうですよね。さあ先生いかがですか。唾液をしっかり出せるように、噛むことによって両方を充実します。こういうことを考えていただくといいですよね。例えば焦げたというのが匂いで判断するわけですよ。あるいは火をつけたまま出ていった、臭い、ガス臭い、これ鼻がきちっとしていないとわからないですよね。ガス特有の匂いがわからなかったりもします。もちろん味覚は鼻があってこそです。鼻があってこそです。さあ手元に何かコーヒーとか味のあるものを持っておられる方、鼻をつまんで飲むの難しいですけど、鼻をつまんで何かを食べてみます。ほとんど味がしないんです。それが鼻を離した瞬間にふわーっという香りが出てきます。これ小学校でやると
ものすごい受けるんですよ。ものすごい受けます。で、大きな小学校だと難しいんですよ。さっきの900人ぐらいのところにチョコレート持っていくわけにものすごい量になりますから、100人ぐらいの小学校だとすごい受けます。あるいは患者さん方にやっていただいてもいい。チョコレートを持って行って一口サイズね、鼻つばで食べてもらうんです。ぬちゃ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 して全く味わかりません。この鼻を手を離した瞬間にふわっという香りがあって、おいしいとか甘いとかっていう感覚が出てくるんです。これは鼻が健全でないとダメです。で、この香りとかっていうのは鼻の後ろ内鼻孔から匂いが入っていって、それで匂いを嗅いで、それが味覚と混然一体となります。実はこのこっから嗅いでるわけじゃなくて、こっから味覚がやってるわけじゃなくて、口の中に入れて口の中から喉チンコの裏上咽頭のところを通った香りで味わってるんですよ。なので鼻つまむと上咽頭のところに口から息がいかないですから、味がしないということになります。ですから鼻が詰まった状態は、鼻が詰まってても上咽頭が詰まってるわけじゃないわけですけど、上咽頭の方に匂い物質が回っていかないので味覚が鋭敏にならないというふうになりますね。もちろんこれね、味覚を豊かにする食材の新鮮度合い、腐ってるとかなんとかね、焦げや香り、火の加減が分かる、調理時のガス漏れ、きちんと飲み込める、気分転換とか食欲増進とかということもあります。これは食育がきちんとできる、飲み込めるというのは鼻が健全でないとダメだというふうにも言えます。これうなぎはふにゃふにゃで食わせろ。うなぎはふにゃふにゃで食わせろ。浜松場所でもいいですね。私あの11月浜松行くので、あのうなぎ食べるの楽しみにしてるんですよ。うなぎ屋に行ってどういう風になったら食欲が増します？うなぎ屋の換気扇の下なんかにいたらもう腹が減ってフラ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 。うなぎは匂いで食わせると言われますね。あとは例えば屋台なんか行った時に焼きそばの香りだとかイカの香りだとかという匂いだけでも食欲がすごい増しますよね。ですからタタタタタって仰いで患者さんじゃないお客さんを呼ぶわけですよね。私が先ほどの、昨日お話したジョージ・カトリン、画家のジョージ・カトリンに出会ったのはこの本なんですよ。ボーイスカウトをされてた方っていらっしゃいます？今でもされてる方とか。ボーイスカウト、あ、今回いらっしゃる、前回いたような気がしたけど、 おられないですか。ボーイスカウト、スカウティング・フォー・ボーイズっていうボーイスカウトの教科書があるんですね。これは、1908年に出された本なんですけど、ある時まだ病院勤めしてた時なんですけど、薬のメーカーさんが私に言ってきたんです。私もその時頃にはもう口閉じろ口閉じろって鼻で呼吸しろって言ってましたから、今井先生の言ってることってボーイスカウトの本に書いてあるのと同じですよねって言われたんです。って言ってボーイスカウトなんて今まで本読んだことなかったから、ボーイスカウトの本読んでみたらこういうことが書いてありました。鼻の章、目の章だとか口の章だとかいっぱい章立てで分かれてて、きちんと鍛錬しないといけないっていうことが書いてあるんですね。敵を発見するためには匂いを嗅ぎ分けなければならない。それ以上に病菌が入るのを防ぐ、喉が渇かない、いびきをかくのを防げる、いつも口を閉じて鼻で呼吸することを練習したまえ、書いたんですよ。で、ネイティブアメリカンは夜顎を縛って鼻からでなければ呼吸をさせないようにさえするというというような記述があったんです ね。その口テープがまだ発明されてませんから、もう顎を縛ってる、ネイティブアメリカンということで、同じペところ花の章にあるアメリカ人が言った、ワンアメリカンセイト、口を閉じれば命を流れる、シャットヨアマウスアンドセーブヨアライフという言葉が出てきたんですよ。